はい、こんにちは、ショトです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってきます。また、受けループ。まあでも、この構築結構なんか、なんだかんだで、使い勝手が良くて、ドフィドクラブハピーでそこそこ、物理特集両方ともにある程度受けが効いてて、で、なおかつ、無理なやつに、トゲキッスエースバーン、ドラパルトで、まあ対応範囲が広いと。あと、トゲキッスが一応、受け駒で使えるっていうところで、なんか、まあドラパルトの枠をなんか、カバルドンとかにちょっと強くしたら面白いんですけど、まあちょっとベースは悪くないんじゃないかなっていう感じですね。で、これどうしようかな。ドヒドイドは絶対投げるとして、ハピナスも欲しいかな。ドラミドローとポリゴン2を見たい。で、あの鍵何してくんの？8世代で未だに鍵使ってるやつなんだよ。4年前ぐらいに帰れよな。ドヒドハピって投げて、まあギャラドスを考えるんだったらクレベースが硬いところかと思うんですけど、まあ、ドラパが特殊ならハピーがそこに来るっていうのと、で逆に切り返す流れだった時に、誰になるんだろうな。トゲキッスか、まあでもエースバーン、ドヒドハピー、ギャラドス重いか。それだとドヒドイでクレベースハピナスの受け回し選出でいきます。まあ、エースバーンが無理なやつで受けれなかったらドンマイって感じかな。その場合は本当はトゲキッスだったり、ドラパルト、エースバーンとかがいると、逆転の目が出てくるんですけど、それがちょっとまあ、それよりもギャラドスを重く見て、しっかり受け回そうっていうところですね。はい、初手誰？ドラミドロー。ドヒドイデから入ってるんだけど、まあ、ここはさすがにハピナス引きかな。まあ、毒ビジあるんだったら一回巻いてから引くとかっていうのもない選択ではないんですけど、ドヒドイで今回黒いきりなんで、黒いきりなんでね。まあ、相手は多分普通に流星とか、なんか突っ込んでくるでしょう。毒ビジ。なるほど。これは一回ドヒドイでをどっかで経由しなきゃいけなくなるから、エースバーン、ギャラドスが来るとちょっとめんどくさいか。それを考えるとトライアタックを打っておくべきかな。毒毒があるかな、それか。あの、毒毒読んで、ドヒドイで引いても別に、また必死投げられ、打たれてってことで、同じことが起きるだけなんで、これ毒毒毒ビシー、なんかバンビーさんか誰かがなんか、動画にしてたやつだよね。これちょっとめんどくさいなぁ。まあ、ハピナス引けば別に毒治るし、毒ビシー、ドヒドイで回収できるから、あんまり問題がないといえばないんだけど。クレベースが毒にされるのが一番まずいかな。だからドヒドに引いた後に、まあ、ここででも霧が生きてくるね。ギャラドスに竜舞の一方的な危険になっちゃわないっていう。クレッフィー。来たー、クソガギ。こいつ、マジ何してくんの？こいつのしてくることを。全然知らないんだけど、脱出？ん？残飯。まあ受け回しにそのグダグダやる感じで対抗しようって話か。釣り交換。ドラミドロー。どうしようかな。こいつ、毒毒毒ビシまで技が見えてて、熱湯で焼きたい気持ちと、熱湯で焼くとヘドロ無力化できるから、結構美味しいんだけど、まあ、一回熱湯で突っ込んでいいか。ドフィドハピでクルクルして、こいつ多分問題ないと思うんだよな。それより熱湯で焼く方が早めに、そう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 、いいね。絶対美味しくて、リュウハー。リュウハーだったら全然いいや。メガネでもないわけだし。火力雑魚だろ、強っ。まあ、ドヒドイ HB だから、しゃあないんだけど。まあ、でもこれを、再生力で3分の1回復して、ヘドロの回復もあるっていうのを含めて、ドヒドイの強さだから、まあ、実質耐久値が無限と。まあ、ここ打ってくるとしても必死じゃない？ドヒドイ、統治家もあるし、アド稼げると思うけどな、相手、必死巻いた方が。ドクドク。ハピのヒットポイントをうまく
確保しながら立ち回らなきゃいけない。ただドラミドロのヘドロはやけどのおかげで潰れてるから、事実上ドラミドロはアイテムなしということで、まあ産んでから引くか。まだ皮脂巻かれてないからな。またクレッフィー出てくんの？しょうもな。え、このクレッフィーガチで何するやつなの？さっきからこいつ毎回釣ってきてるんだけど。まあでもハピは引いて毒回復するのは強いからな。むしろこっちドヒドとハピってヒットポイント無限にあるポケモンだから、ここのヒットポイント確保して、ドラミドロの削れ具合で TOD を狙うみたいな話でもいいけど。逆に何これ、相手これで崩そうとしてるけど崩せないって話なのかな。まあ別に勝ちになるなら TOD だるくて長くてもいいんだけど、なんかあるんじゃないかな。身代わり。まあ守るもあるでしょう。おそらく。まもみが、あとなんだ。まあ、ネットを打つしかないね。守る。だりーなー。まあ、TOD にはうってつけのポケモンだけどね。これならドラパルト投げて、大フォローでぶっ殺したかったな。まあ、ドラパルトかな、そういうのの対策にもなってるっていうのが、すごく偉くて、ここ熱湯で。熱湯しかすることないね。光の壁。両壁マモミガかな。まだこせ。でも雑魚クエストのクレッフィー。何ができるんだ、こいつに。TOD を考えると、ハピに早めに一回引いて、卵を産んでおいた方が、で、ドラミドロに対して、ドヒドイデが、トーチカと、身代わりを、あ、身代わりじゃないや、卵産みを交互に押してれば、もう、出てくんのか、だりやつが。ダイアイスで、ぶっ飛ばせねえよな、ハピの火力じゃ。まあでもこいつが有限だから、こいつをゴリゴリ削っていくのが偉いと思う。ハピはいくらでも回復できるから、タイミングがいっぱいあるね。回復できる。ダイマックス。でもダイマックス打ってくるんだったらこっちが死ななくなるだけだね。ドグドグの方が、ハピナスには重いんだけど。やばい技持ってる。なんか。波動弾とか覚えないよね、さすがに。このなりで。手ねえもんな。ちょ、死ね。勝った。壁、ハピが雑魚なんだけどさ。ダイヤシット。それは全然構わないが。むしろ毒にならないだけ。ちょろいね。これ相手瞑想見たらどんな顔するんだろう。瞑想ないと、そもそも投撃室が怪しいから瞑想が入ってて、卵産み瞑想確定で、入れることになってるんですけど、僕の中では。これ相手どうすんの出上がってるけど、こっちのがしかも先にさ瞑想打てるってのがいいよね。相手からするとそれが絶対しんどいと思うんだけど。クレッフィー交代際にいじめたいな。ここ卵見でいいや、一回は。突っ込んでくるか。でも、解決できる技がないと思うんだけどな、相手からすると。コーナーヤシット待って4分の1ぐらいでしょ入るダメージ。あ、ドラグンに帰ってきた。けど火力別にそんな上がんねえだろ。ちょっと強くなった。まあでもこれで壁ターンが削れていくと思うと、悪くなくて、オッケー、壁消えるでチビになる。クレッフィーの前で卵産みはしてオッケーだから、これ AB でいいんじゃない？
で、この HP あれば流星も余裕で耐えて木の実食えるから、レイビレイビとかで。オッケー、めっちゃ入るようになった。リュウハだった、そういえば。で、ダイヤシットがあるってことは、毒技を普通に持ってるわけでしょ。ここドラミドロ死ぬところなんだけど、引くのかな。このままやばいポケモン繰り出されて、ハピーが回復できずに TOD の方が怖いか。一回卵見しとこう。全然余裕あるし。引くよね。誰？エースバーン来たー。でもダイマックスもうねえぞ、こいつ。まあ、エースバーン投げて裏に引かせない気か。全然いいんだけど。まあ、思念がきついぐらいかな。一体持ってかれるとクレッフィーで即 TOD コース持ってかれるから、一体も死ねないっていう結構シビアな、あれなんだけど。クレベースがな、ドラミドより速いと、速いのかな、どっちが速いのどっちもなんか鈍重じゃん、見た目が。はい、ボガエリー。それか、そのタイプか。このエースバンほんと増えたよな。確かにでもな、強いからめちゃくちゃ、みんながこの強さに気づいて、この、速くて、スカーフ持っててトンボ持ってるエースバンを使ってるんだとは思うんですけど、まあここ一回統治下で様子見てもいいけどな。まあナックル、ダイアタックとかで、ダイジェットとかで、ドヒドイデーにそこそこ、削れたりっていう面白さはあるんだけどね。あと上からスカーフトンボしてさ、パチンコドラゴンとかに打ってから引くと、交代と違って、ダメージ優しくなるよね。おそらく。それがもしかして面白いんじゃねっていう、ふうに思ったんですけど、どっちみち引く先のポケモンがこのように存在しなくて、終わりましたね。ネットでいいや、一回。まあ、流派だったとしても問題なくて、ドクドクだと美味しい。で、ドラミドロが削れて死んでくれれば、自動的にこっちは勝ちと。ドクビシー。これでもさ、ハピのヒットポイントが満タンである以上、相手が何に引いてきてもドヒドイで居座り続けて、永遠にネットを打ってれば、ネットを再生と統治化を繰り返してれば負けようがないと思うんだけど、これ。ハピ20しか削れてないでしょ。ハピの総 HP が多いから、ハピーか誰かがちょっと削れたぐらいじゃ全然大した問題じゃないんだよ。オッケー、赤ゲージまで来た。まあ、ピンチになったらダイマックスもある。流派これ結構入るんだよな。はいはいはい。まあでも相手の駒をもう全部見れてるから、うん、急所ケアで。いやー、まあでもダイマックスを切ったタイミングで変な鬼引かれて、まあ大したことじゃないか。引き、まあ統治下のタイミングだしね。エースバーン、うん、こいつがやばい技持ってるとだるいけど、トンボ返りだからこだわってる前提で動くしかないね。思念あったらちょっと悩みます。まあ統治下からで。だって引くかさ、接触技で。そうだよね、オッケー。じゃあもう一戦いきまーす。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やってきまーす。これは、受け回し選出はちょっとどうかっていう話で、なんでかっていうと、コバルオン、なんですよね。コバルオン、大丈夫か問題があって、まあドヒドイデをエースバーンと物理ドラパルト受けて出すのは確定、あと、あ、ドヒドイだよね。で、特殊ドラパーと、ポリオン2を考えるとハピナスも持ってきたいところだけど、メタモンがちょっと、まあメタモンはそんな別に大したことないか。まあ、ドヒドイで、カバルドンが結局さ、無限にだるいっていう話がね、ありますね。トゲキス投げて、初手からヤスラ打ち続けて、終わらせてもいいんだけど。ああ、それ考えるとドヒドハピって選出していいのか。微妙な場面をなんとかごまかせる雰囲気がある。ハピナスをカバルドに投げるってのもバカな話なんだけど。っていうね。ドヒドイで、いやー、攻め駒から投げたい。
エースマンか、そうだったら。トゲキス投げるとコバロンがちょっと怖すぎる。ので、エースマンから入って、コバロンに負けないエースマンから入って、ドヒドイデとハビナス。で、まあ、エースマンを何回も使い回して突っ込むことができれば勝てるかな。相手無限ポケモンが多分いない。回復技があるのがカバルドンと、ポリゴン2ぐらいで、他は使い捨てポケモンなんで、カバガラか。カバガラか。何から入ってくるかな。まあ、アクビかステロのどっちかだと思うんだけど。まあ、トンボで少しでも削りたい気持ちがあるけどな。トンボで。カバルドン重い問題、マジなんとかなんないかな。ここを下級で突っ込む勇気はありません。まあ、でもカバルドン削れば、エースマンむちゃくちゃ通ると思うんだけど。ステロダリーナー、エースマンすげえ削れちゃうんだよな。悪気ではないね。まあ、普通の回復身。持ってるタイプかな。まあおそらくステロでしょう。あくびから来る。で、ここステロかな。ここさ、地震飛んでこないでしょ。ステロ早く、エースマン投げちゃおう。ちょ、地震一貫してるから、やばいんだけど、大丈夫だと思うんだよね。やば、止まった。あばばばばばば。あーちゃー。カバルドンが重すぎる。カバルドンが重すぎるよー。ちょ、これドヒドハピで受け回せねえかなー、こっから。無理があるなー。久しぶりに負けそう。カバルの重い問題なんとかあんねえかな。あくび、ラムギャラを採用するかだね。ちょ、焼けろ。焼けない。普通の回復身か。これさ、ハピナス見てた瞬間に地震打たれてるだけで終わるゲームになるっていう話ね。まあ、ハピ引きか。でも俺はさすがに負けたと思うな。捨てろー。レイビで死なねえな、絶対ガバルドン。レイビごときじゃ。アクビ、こっから巻いたアクビ一生連打だよな。まあでもいいや、ハピ寝ても大丈夫でしょう。ガバルドン倒せ。もうガバルドンきついよー。カバルドンに有効な駒をやっぱドラパの枠に入れなきゃダメだな、これ。チンパン、今日のチンパンは僕です。カバルドンが無理な選出をしてました。構築でカバルドンが無理なのはほんと良くない。エース版、カバルドンに強い駒を用意するべきだな。で、実はこのエース版が世界最高にまずくて、できたね。ポリツー、ポリツーに釣ってくるのは別に全然構わないんだけど、ステロでハピがちょびちょび削れるっていう話はあるけど、ドヒドイデには実質無害だから、こうハピ引きで、で、まあ身狩りとかあんのかな。
方便。まあ、この辺は余裕だからいいんだけど。まあ、トラータを打っていくべきか。身代わりあるならさっきは絶対打ってるから、これ身代わりなくて、ドヒドの毒考えると絶対身代わり打つんだよね。だからトラータで、エースバンに回数を稼ぐのと、エースバンを削る。感じかな。なんか行け、参れ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 。バグバグバグ。引かなくて、まあ、ドヒドリ引きで。いや、これ逆にあるぞ、全然。ステラ巻かれてても。割と余裕あんだけどな。まあ、エースバンがやばい方だったらそもそもやばいんだけど。まあ、ドヒドハピって見せてるのに釣ってきたってことは、なんか、一発で持っていける崩し技別にないでしょ。膝。オッケーやった。でかっ。チンパン、運いいな。僕のことだけど。これネットで。え、これ相手どうすんの？あ、無理やりでかくなってきた。え、これで大成功とかやめてよ。これで大成功やめてくれよ。うにょ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 。大成功、でも大成功あるんだったらさっきのターンに突っ込んで、ハピーどうせぶっ倒せんだから、大成功で突っ込んでいいと思うんだよな。ジェット、これないね。勝った、さすがに。まあでも膝だから別に当たってても大して変わんないんだけど、エースバンががっつり削れたのがでかいっていう話で、別にドヒドリのダメージどうこうっていう問題は別にないんだけどね。なんかドヒドハピが強えな。ドヒドリに黒いきりさせる。お前な、それ膝外して運負けだって思ってるんだろうけどさ、膝当たってもドヒドリ削れねえんだわ。ごめんな、チンパンなのに、カバルドンが、重すぎるチンパンなのに勝っちまって、許してくれ。おっつ。